여러분 안녕하십니까? 今日は 東京から戻ってきたばかりなんですが、 とっても印象的なことがありましたので紹介します。 この授業です。名古屋と東京連続で授業しましたので、 両方同じ傾向が出たんですね。 なのでちょっと気になって取り上げることにしました。 キョンジュ、 慶州ですね、 キョンジュ、 これが出てきたんですけども、 日本語で慶州、 あるいはそれをカタカナ韓国語で呼んでキョンジュって言ったりします。プサンキョンジュの旅なんて宣伝があったりするんですね。キョンジュっていうことがもう耳に馴染んでしまってなかなか抜けないんじゃないかなと思いますね。ロンドンニューヨークっていうのと同じで、日本語としてカタカナ語としてもう受け入れてしまってるわけなんですね。 ただそれをその外国語で発音するときには日本語のカタカナ語的になってはやっぱりちょっとまずいんですね。特に韓国語は低高高低が逆転しますので、キョンジュというキョンジュと高低で読むっていう、それその影響を受け過ぎてですね、もうキョンジュと思い込んでしまってる、そんなところがあるんですね。ところが本文ではキョンジュエ、キョンジュエというふうに低高なんですね。キョンジュエ、 ちょっと意味注意さんの発音を聞いていただきましょう。これです。기차를타고경주에내려갈예정입니다.기차를타고경주에내려갈예정입니다.いかがでしょうか?경주에?プラートのピッチ曲線はこうなります。기차를타고경주에내려갈예정입니다.기차를타고경주에내려갈예정입니다.このピンクの部分ですね。このピンクのところが경주에なんです。 ですので、キョンジュエというふうに、高低で読んではいけないところなんです。キョンジュエというふうに低高で読んでください。こういうところにも、ピッチの逆転現象が出てきます。気をつけてくださいね。